はいはい、こんにちは、アリアです。ドラゴンクエストビルダーズ続きやっていきましょう。もう第11回ですね。長い、長くて嬉しいこのゲームね。前回はこの大樹をなんとか完成させましたと。そしたらね、きっと敵が来るんじゃないでしょうかで終わっております。行きましょう。うわー、やっぱり来た。揺れてる揺れてる。敵が攻めてくるな。これ滝に乗って流れたら早いんじゃないと思ったら流れられない。痛いし。ああ、楽楽楽楽。ほい。はい。敵が攻めてくるぞ。この気配間違いない。ヒババンコの軍勢が攻めてきたみたいだぜ。はっはっは。向こうから来てくれるとは好都合だ。まずは配下の魔物どもを蹴散らすぞ。ちょっと待ってください。よし、行くぜ。OK だ。よし、退治完成の前祝いだ。暴れてやろうぜ。うわ、いっぱい来た。うほ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 う。うほうほう。うほうほう。うほうほう。うわー、倒したえ、また来るの？ちょっと待って。ほい。ザコどもはぶっ倒した。いよいよヒババンコの野郎が来やがるみたいだぜ。おお。奴を倒せば教団を島から追い払えるはずだ。きっと始まりの一旗やらも手に入る。なるほど。はいはいはい。退治は壊されてもいいんだ。まあまあ、それは嫌だけどね。奴は俺が必ず倒す。こいつらとマギールのためにな。奴を倒して島に緑を取り戻すんだ。でかい。鎖をもたらす大猿。一度壊しやった大樹をここまで突き上げるとはな。これは破壊のしがいがある跡だ。今度こそ貴様らに立ち直れるほどの絶望をくれてやろう。くだらないセリフを吐き終わったか。だったらすぐに楽にしてやるぜ。どうやって戦うんだろうね、今回。ぐぎゃー。あ、面白い。貴様らが作った大樹もろとも破壊神さんの眉間にしてくれるわ。うっきー。拠点を壊そうとしている。何、どうすんの。いた。え、あの図で何度も転がってこられたらまた大樹は壊されちまう。ちちゃちな壁を作ったぐらいじゃ塞ぎきれないぞ。おう、ヤツを止める方法、手下を呼んだ。ヤツを止める方法ね。なんかあったかな。思いつかないですね。どうしたら。あ、バナナだ。なんだよ、簡単じゃねえかよ。バナナか置くだけじゃねえか。猿にでもわかる。だって対面猿だもん。はい、バナナいっぱい置きましょうね。おい、怪我はないか。あの野郎、ただでさえ見にくいくせに汚い皮を撒き散らしやがって。だがひょっとするとあれを使えば奴の動きを止められるかもしれないな。やっぱりグローブを使ってどうにかできないかと。はい、バナナの皮でヒババンを転ばせろ。こんな部屋は転ぶかな。今がチャンスだ。おお、毎回クリティカルが入る。チャンスだよ。いけ。どういった。ヒババンコを手下を呼んだ。
懲りない猿ですね。またバナナ食ってますよ。これは頭がチンパンジーと言わざるを得ない。チンパンジーで失礼だ。あれ3分の5分の3まで来ておったのちっちゃな手が出た。こんなのさ、運ぶまでもいいんじゃない？勝手に転がってんじゃん。よう、フェイントかけてくるのやめて。はい。あ、ここでいいんだ。バカだね、本当に君は。腹が減ってきた。わーって舌がいっぱい。おいて、はい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 。待てよ、最近どっちから仕事したらいいかな。何考えよう。みんなに集中して狙ってくれれば早いんだけど。猿をやるか。はい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 。どうどうどう。もう当たらないよ。ほい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 と。はい、出しました。怒り出した。あ、僕を狙ってんの。あ、来たね来たね。ねこれ。どこだ。空に怒った。真っ赤っかですね、お顔が。あ、来たね。マジこれさ、こうやってれば防げる。ああ、そういう。拠点を壊そうとしている。マヤの顔もう1個ぐらい欲しいな。よいしょ、うん、あれ動いちゃった。ここに、あ、違った。おい、あ、痛そう。ちゃんとヘルメットつけてるのに。え、お前まあまあより経験値少ないじゃん。お、落とした。始まりの一葉を手に入れた。バナの皮が残ってる。やったな、非番号の野郎をぶっ倒したぞ。倒しましたね、うん、ところでさっき掲げたチャチの葉っぱは何だ。チャチって言うね。二人とも話は後でゆっくりするがよい。まず我が輩たちが壊れた建物を修復するぞ。体重はだいぶ上がれたね。何何その最後チンチンチンって。ほぼ元通りってなんだろうね。レベルが上がった。お、2桁だ。 HP が上がった。あれ、何も思えなかった。そんなことが。あ、インテリアにしようと思ったバナナの皮が消えちまった。ヒバ番号をやっつけてくれてありがとうございます。ニーズンさんが言ってた通り、始まりの人が手に入りましたね。これで風の雫を作れます。そうだね。はい、これ。キャベツ、小麦、キビ、トマト、かぼちゃ。ありがとうございます。始まりの一葉、キャベツ、小麦、キビ、トマト、かぼちゃ、風の雫。おーおーおお。
できた。レア度3だ。使っていいのかな。ダメって言われたら困るからな。うわぁ、ついにできたんですね。できましたよ。ようやくできたわ。始まりの一葉の他にも、いろんな素材が必要だったみたいな。うんうん。キャベツに小麦、キビにトマト、そしてカボチャか。カボチャか。はい、マギールさんやみんなで作り上げた5種類の作物です。島を彩る作物、名薬によって守られていた花々。この島の恵みが大地を完成させるんです。はい、目印の場所に隠れてください。あげましょうか。これは上だよね。よいしょ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 。おお、来た来た。使いましょうか。あれ？あ、ここで使うね。おお、何の光。お、すげえすげえ。ちゃんとブロッコリー風になったぞ。わあ、すごい。モンゾーラに緑が戻った。いいですね。完全制覇。いいね。若きビルだよ。私をモンゾーラの新たな大樹として完成させてくれたのですね。ああ、あの大樹ちゃんですね。わかります。これで悪しき風やみ、島に恵みの風が吹くでしょう。よかったよかった。あなたのものづくりに感謝します。うきゃー、猿がおるわ。見てください、島に緑がこんなに。一部枯れてるんだね。まだ大樹が完成した夜、人々の手でささやかな宴が開かれた。皆かつての島民たちに思いを馳せながら新たな大樹を見上げ、頬を濡らした。そんな人々の濡れた方を撫でたのは、大地から吹いた一陣の優しい風だったと。夜が明けた。今回はちゃんと夜が明けましたね。昨日は遅くまで盛り上がりましたね。夜更かしはお肌の敵ですわよ。アリアさんのおかげで、新しい大樹が出来上がりました。できた。まさかあんたみたいなビルダーが、あんたみたいな、ほんわかした顔のビルダー、珍しくけなされなかったね。こんな素人しちゃうなんて。これできっと、モンゾーラはかつての恵みの島に戻ります。夢は叶いましたと。よかったね。なんとなく分かった気がするぞ。どうしても譲れないもの。どんなにあがいても形にしたいもの。それが夢ってやつなんだね。ではその通りだ。そして我が輩の夢は蝶々になることだ。この夢は絶対に譲れんぞ。今まで本当にありがとうございました。あなたに出会えて最高のものづくりができましたよ。よかったね、完成しましたよ。大樹も完成して教団も追い出せましたけど、大切なことを忘れていませんか。そうです。お二人はそもそも一緒に緑を作り、お二人の島を開拓する仲間を探しに来たんですよね。そうです。早く仲間を連れてルーのところに帰ってやるんだけど。どうやらお二人と一緒に空っぽ島に行きたい人がたくさんいるみたいです。どうか皆さんの話をしてきてください。そんなにいっぱい来ちゃっていいの？マジで？ねえねえ。あなたは感じる？この頬を撫でる清々しい風。お前ほんと混ぜてるよな。面白すぎだろ。大地ができる前はこんな風を感じたことなかったわ。これも全部あなたのおかげね。私と話したこと覚えてる？私もあなたの島に行きたいって。ダメです。やってみようかな。え？そんな。姉もちゃんと承諾してくれてるわ。姉もって言うんだ。いいですよ。これで決まりね。
留学してものづくり学びたいの。なんて子だ。あ、ツンデレ？ツンデレはいいですよ。やっほー。キーマ番号もバッチリつけたし、新しい体重もめちゃめちゃいい感じだね。それであんた自分の島に帰っちゃうわけ？これだけのものを作っておきながら。まあまだね、作りたいけどね。つまんないしさ、私もあんたの島に連れて行ってくれない？ほうほうほう。あ、はい、押しちゃった。いい、押したかったな。ありがとう。これからもまだまだよろしくね。私、白地っていう大きい地があるの楽しみにしてるんだ。え、そんな話したの？結構いっぱいいる。おかげさまで、島に緑が戻ったっす。これでこの島もまた恵みの島になるっすよ。ところで二人とも空っぽ島ってとこに帰っちゃうって本当なんすか？俺、お別れなんて嫌っすよ。もっともっと一緒に物を作りたいっす。一生の願いっす。三度目の一生の願いや。一緒についてってくれないっすか？もうみんなハイにしてあげよう。やったーっす。三人。俺とアリアさんとシドさんの三人は、モンゾーラ仲良い三人組っすね。そんなことになったんだ。勝手に決めるんじゃない。調子乗ったっす。だから安心しろ。ごめん、お前は俺とアリアとルルで大切にこき使ってやるからな。ルル持ったわ。不評を望むとこっす。うん、一応、ああ、このモンゾーラには船でいつでも帰ってこれると思うっすよ。いいっすね。空っぽ島の開拓に使う素材は、今無理して持っていかなくても平気っす。この島の建物は壊さないで。ああ。なるほど。それに、俺たちがこの日のために用意しておいた素材をバッチリ持っていくっす。ああ、いいね。8人か。ってことは、農民がみんな来んのかな。改めてですが、この島に緑と平和をもたらしてくれたことを感謝いたします。お嬢様ですね。これからご自身の島に帰られるんでしょ？私もお二人にご一緒したのやばいのですが、私はこの島でやりたいことがあるんです。ほうほうほう。モンゾーラは昔、モンゾーラ小麦で作るパンが有名でした。私はこの島でパンの香りを、あ、この島はパンの香りで満たしたい。なるほど。いつの日か、空っぽ島にお便りします。妹のことどうかよろしくお願いしますね。君は来ないんだ。ほうほうほう。おお。見てください、この美しい緑を。すべてあなたのおかげです。私はあなたを生きようとだと知った。あの日の自分を恥じ入ります。あなたこそこの島の救い主だ。あなたはご自身の島に狩りは知っています。ぜひお供したい。しかし、あなたが作ってくれた農園を守っていくのもビルダー教の信者としての務め。ほうほうほう。いつか空っぽ島を手紙出します。忘れないでくださいね。君も残留組か。なるほど。ああ。いや、よ。ああ、日本語で OK。一緒に来る？うん、こう。おなんだこいつ、随分悲しそうな目だな。俺まで悲しくなってくるぜ。いや、ついてくるのかな？よくわかんないな。え、あと、ロロンドくんじゃない、名前が覚えられない。ヒバ番号じゃなくて。あれ？どこ行っちゃった？あ、いた。ちょっと待って。上か。上にいるのか。ついてくる。ここか。はい。あ、違った。みみ、君のおかげで僕の目も離れられたよ。島に緑や木々を取り戻せたんだ。そうだね。そして僕は大ミミズを超えた超ミミズになれた。ミミズ界のスーパーエリートだよ。よかったじゃん。本当にありがとうね。いくらうねうねしても、うねり足りない。いらないです。そうだ。うんうん。空っぽ島ってところに緑を作りたいんでしょ？そのために仲間を探しに来たって。僕一緒に行くよ。おお。君は必要だろう。そう来なくっちゃ。超ミミズの僕が、君の島でうねうねと緑を作るよと。やるぞ。空っぽ島に僕という名のうねりをもたらそう。なんかみんな面白いな。癖ありすぎやろ。あ、いた。ああ、ドルドンだ。このモンゾーラに緑を取り戻してくれたこと、改めて礼を申すぞ。うん。とはっは、そろそろお主の空っぽ島に帰る頃合いか。まさかお主、父であり、母、兄であり、そして時に母たる我が輩を連れて行かないと言わないだろうな。お前、蝶々になりたいんやろ？残れや。ええ、一応尋ねる。我が輩をお主の島に連れて行ってくれるな。嫌です。では、ダメだ。我が輩は決めたんだ。いくら断られても、お主の島に行くかな。どっかで聞いたセリフやな。
遠慮するでないぞ。酔いな。暑苦しいわ。そうであろう。我が輩としたことが最大の愚問だった。史上最大の愚問。そんなことないんだな。お主の島の象徴的な存在。あ、そっちか。そっちだったか。島の皆さんと話してきたんですね。そうなんですよ。知ったようなことを言うようですが、出会いがあれば分かりもあります。気持ちを切り替えて島に帰ってくださいね。私はやっぱり行きません。この島に残って呪い守っていかないと。本気なのか？なんちゃって。師匠の真似をしてしまいました。私も一緒に行きます。よくわかんねえよ、師匠と一緒で。モンゾーラには大樹があり、ハーゴン教団からも解放されました。これからは平和の中で発展していくはずです。だから私は一緒に行きます。いいですね。ずっとよろしくお願いします。末永くってやつですね。お、また愛が落ちた。話がまとまったのいいが、空っぽ島に帰るには船長の野郎を待たなきゃ。そうだな。あの野郎、お抱え船長であるなんて言った時はどこでついてるんだ。おお、呼んでる。船着き場に船が来ています。この上だか怪しげなターバーの男を二人呼んでいますよ。来たわ、ちょうど来たわ。なんて言いたい目なんでしょう。まさに渡りに船。農民にも話していくか。んだしか言わねえ。よう。んだ。どうも。元気で暮らせよ。あ、最後に金鳴らしてから。ここだ。ハートがいっぱいだ。おお。じゃあ、これで、モンゾーラ編はおしまいでございますね。船長のところに行っておしまいにいたしましょう。いやはや随分集めたもんでやすな。すごいですよ。さあ、ルルさんも待ってるです。みんなで空っぽ島に帰るとしやしょう。ここと言われそう。わんわんおおおおおおおあ、画面に映っていない。あ、いや、いいよ、来ないんだ。名前までつけたのに。これからは島のことをどうかよろしく、任せてくださいと。はいはい、お願いしますと。言いつけよく聞いてわがままを言ってはダメよ。何言ってんの、姉ちゃん。私が面倒見に行くんじゃない。なんだこいつ。よし、行くか。さあ、船に乗るです。すぐに船を出しやすよ。神父さん、バイバイ。神父さん見えないからカウントされなかったのか。かくして、モンゾーラでの冒険は終わりを告げた。新たな仲間と共に、ルルたちの待つ空っぽ島へと帰っていった。うわぁ、心臓が落ちてる。保管用袋の持ち物を受け取った。おお、来た。元気してた？お帰りなさい。やっと帰ってきたのね。ルル待ってたんだから。あら、可愛らしいセリフ。それで、この島を緑で豊かにする方法が見つかった？もしかしてこの人たちがそのための仲間なの？ルルさんですね。私たちモンゾーラ島から来ました。ここからお世話になります。うひょー。噂の空っぽじますね。なんだかワクワクするっす。それで大丈夫だったか、ルル。白地のやつに変な真似されなかったか。あのおじいちゃん、いざとなったら頼りになる。おかげでルル、島のことに詳しくなったわ。それは。いいなぁ。何よ、このヒゲは。随分とうさんくさいヒゲだけど。当たり強すぎだろ。おっと、忘れていた。何ですか。なんだ？ポストってやつです。こいつがありゃ他の島から手紙届くかもしれない。なるほど。お便りか。ポストに手紙届いたらお知らせしますよと。はいはい。もう路列が回らない。眠れよ。では、山頂にいる白地のとこ行きましょうか。行きましょうか。
押す。ほほほ、よく戻った。共に仲間を作る仲間を集めてきたのじゃな。そうじゃよ。はいはい、今日からこの島に住ませてください。うん、この島を一緒に開拓していきます。よろしくお願いしますと。うむうむ、元気な娘さんじゃないか。歓迎するぞい。では彼らが住む場所を確保し、家を作ってはやってはどうじゃ。なるほど、家とか後でいいし。ああ、私たち島に着いたら何を作ろうかって船の中でずっと出してたんだ。なるほど、ビルダーのやつ。空っぽ島にすごいもん作りたくて仕方ないんすよ。なんと、お主たちはビルダーだったな。う、わし嬉しいぞい。こんなにもビルダーが。うん、思ったより地面が荒れてるね。まずは土をきれいにしたらどうかな。確かに。ん、それならおあつらい向きの場所はある。そんなもん緑の開拓地じゃ。なんですかそれは。え、島の北東にあるとある石板がある。そこに行ってみてくれい。ピョンと飛んでみよう。あー、マントか。小さなメダル持っているじゃろ。ああ、チーメね。メダル交換機能いいですね。三角でアクセス。おお、伝統のセリフ。でもメダル王じゃないんだね。3枚確かに良かったぞ。黒縁メガネやるぞ。やった。なんだっけ、幻惑半減。3枚預かってる。4枚だった。縦ごとのレシピ。なるほど、アクセサリーじゃな。初めてのアクセサリー。ドレッサーを使えば見た目おしゃれにできる。そうだ、拾ってねえわ。あれか、あれだ、あれなんだ。マップに書いてあったわ。悲しい、悲しいよ。なぜ黒なんだ。どうしてなんだ。それぐらい作ってくれてもいいのにな。ほいっと、ほい。これが白 G が言ってやがった石板か。何も書かれていないが。ほうほうほう、これはイニシエのビルダーが残したものづくりの意思じゃ。ビルダーたるお主が考え頭に浮かんだものがこの石板に刻まれるはず。この空っぽ島を開拓し、ものづくりの皆様に何を作るべきか、お主は考えつくのではないか。目標が刻まれた石板とともに、みんなでこの地を開拓していくのじゃ。作るべきものか。うねうねさんが言ってたけど、カラカラでみすぼらしい土地をまずは素敵な大地にしたいわね。住むところを頭足って言うなら、この島の景色を作ればいいんじゃないかしら。島の景色。なんと、水と草木に囲まれた穏やかな村の風景が浮かんだ。そうなの？うわー、なんだ光。あー、木と川ですね。ありがたいお告げですね。開拓レシピ、川を作ろう、草原を作ろう、森を作ろう。というわけで終わりにいたしましょう。もう私は限界でございます。お疲れ様でした。よかったよかった。無事にね、モンゾーラ編終了いたしました。ちょっとね、残念な出来事もありましたけど、一応ハッピーエンドと言えるんじゃないでしょうか。それじゃあ、今回はここまでいたしましょう。次回はこの開拓レシピを進め、次の島に行きたいなと思います。お疲れ様でした。バイバイ。